GE4/4II 616 号機、全小棟改造後、2004年以降の新塗装、ダボスプラッツ駅 GE4/4II 628 号機、全小棟改造後の姿、ポントレジーナ駅レーティッシュ鉄道 GE4/4II 型電気機関車は、スイスのレーティッシュ鉄道の本線系統で使用される、山岳鉄道用電気機関車である。1960年代のレーティッシュ、鉄道本線系統で主力として運用されていた1910年代製の GE2-4 型、GE4-6 系、1920年代製の GE6-6i といった旧型電気機関車の代替と、旅客及び貨物輸送量の増加に対応するために計画され、1973年と1984から85年に、それぞれ10両と13両が製造された電気機関車で、当初の設計要件は35パーミルで200トンを牽引して、時速 52km で45パーミルで150トンを牽引できる連続定格出力 1600kW の4。軸機というものであった。当時レーティッシュ鉄道では、サイリス体操制御の実用化を目指しており、シーメンス製の制御装置を搭載した1969年製のTe2/274 から75系、試作小型入れ替え用電気機関車の導入及び BBC 製の制御装置を搭載したベルン、レッチュベルクシンプロン鉄道の試作改造機であるRe4/4 型161号機を借用してのクール、ドマート、M ス間の 1435mm、1000mm の3線区間での試運転などを実施しており、その結果を本機及び1971年から製造された BE4/4511 から516系の実用化に結びつけている。本機は車体、機械部分、台車の製造を SLM、電気部分、主電動機の製造を BBC が担当し、価格は1両約380万スイスフランであり、サイリス体操制御により1時間定格出力 1700kW、牽引力 116.5kN を発揮する汎用機となっており、35パーミルで200トンを時速 52km で牽引可能な性能を持つ。それぞれの基板と SLM 製板、製造年、機体名は下記の通りであり、総数23両は、レーティッシュ鉄道の機関車では、最大勢力である。なお、本機を3台車6軸、2車体連接とした GE6/6III 型711、712号機の製造も計画されたが、実現はしていない。1973年に製造された、グループ1984、1985年に、製造されたグループ GE4/4II 623 号機、全小棟改造後の姿本線系統で、貨物列車を牽引する GE4/4II 629 号機、テュシス駅、全小棟改造後アローザ急行を牽引する GE4/4II 619 号機、原型、赤色塗装広告塗装の GE4/4II 611 号機、クール駅NEVA Retica。最後尾が GE4/4II 型、マッターホルンゴッタルド鉄道の GE4/4 型81号機、列車フェリーを推進。ありがとうございます。